こんにちは、シューです。今日はですね、なんと筋肉系 YouTuber のしょうまくんに来ていただきました。こんにちは。筋肉系では一応ないんですけども、最近ちょっと筋トレをちょっとずつ始めてますね。一応美容家っていう名前でやってます、しょうまです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで今日の企画はですね、はい、初コラボっていうことで、お互いの朝と夜の、スタメンスキンケアを紹介していきたいと思います。はい、気になる気になる。いや、俺も気になる。で、まず朝のスキンケア、スタメンスキンケアを紹介していくんですけど、はい、どっちから行く先？やっぱこれはあのシューさんのチャンネルなんで、やっぱシュー俺から行きます、ね、あの先輩のね、ぜひ見てほしい、見ててほしい。はい、はい、じゃあ行きますね。はい、お願いします。じゃあ最初に落とすケアですね、はい、洗顔からいきます。僕が使ってる洗顔こちらです。じゃじゃーん。あー、カルテ、ぼやけてますね、これ。でも分かりますよ、パッケージで。美容オタクの皆さんは絶対カルテ HD モイスチャーウォッシングフォームっていう、もともと泡で出るタイプの洗顔です。うん、で、ね、これなんで使ってるかというと、はい、とにかくあのマイルド、刺激が少ない。で、僕今トリチノイン酸とハイドロキノンもやってて、ちょっとね敏感になってるんですけど、肌が。動画見てます。動画見てる。はい。ありがとうございます。チェックしてます。ファンだからね、俺は。そうそう、はい、尊敬してます、クリエイターとして。ありがとうございます。はい。で、そうだから、 とにかく刺激がない洗顔が欲しくて、うんうんうん、でそれにたどり着いたのがこれで、で成分にセラミドと、あとはあの有効成分として GK2 グリチルリチン酸ジカリウムが入ってて、うん、いい、めちゃくちゃ刺激がない。しかも肌荒れの予防もできるし、ちゃんとニキビ予防もできるっていう、うん、結構さ、あの普通の洗顔って割と洗浄力強くてさ、うん、ミリスチン酸とかそういう石鹸の界面活性剤っていうのも多いじゃん、うんうんうん、これはアミノ酸系の洗浄成分が入ってるから、めちゃくちゃマイルドに洗える。めっちゃいいね。うん、特殊は特殊までやるな、気に入った。あ、でも結構しやべえ。いや、いいじゃないですよ。しかも結構使ってるから出てきましたね、これ。ガチガチに使ってるから。そう、もうね、あのこんぐらいしかないんだけど、うん、でもね、泡で出てくるの朝いいですよね。やっぱ朝ってこう石鹸で泡立つする気力って、結構僕ら美容好きでも結構めんどくさいじゃないですか。ガチでめんどくさい。うん、結局あのめんどくさいのが一番僕は嫌なんですよ。わかります。やっぱり自分が継続できるものが一番ですよね。そう、うん、そう、長く毎日続け、うん、使い続けられるのが一番いいから、まあ、こういうなんか泡洗顔とか時短になるようなあのアイテムは重宝してる、ね、めちゃくちゃ、ね、うん、僕はこれが大好きです。セラミドとか GK2 入ってるから。もう明日買います。買ってください。はい、絶対安いでしょ。いや、本当に買うよ。マジで、うん、買わなかったらどうする？え、買わなかったら、やっぱこの筋肉 YouTuber としてこと、筋肉見せようかなって、週のチャンネルで。オッケーオッケー。うん、じゃあ今度見せて。うん。ちょっとまだ全然なってないから頑張ります。筋肉ね。一応僕も筋トレしてるから。ね。僕も、ちょっと僕らね、やっぱこう、ガリガリタイプなんで、ちょっとこうね、うん、筋肉つけようかなって最近頑張ってますよね。そう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 。最近ちょっと美容界隈結構筋トレしてる人多いですよね。多いね。はい。敬語じゃない？敬語って。確かに。多いですよね。ため口でいこう。ため口でいこう。ちょっと今からため口でいくね。てか普段ため口。普段ため口だし、仲良いはいいよ、うん。ちゃんと仲はいいんだけど、うん。なんかめっちゃ今さ、仲悪そうだったね。いいんですよね、みたいな。はい。すいませんでした。次じゃあ、しょうまくんの落とすケアの方いきますね。しょうまくんじゃなくて、しょうまに行こう。確かに、そうだわ。しょうまくんって言ってた。てか、どっちもね、なんか緊張して敬語でしたけど、普段のタメ口です、うん。なんか画面、なんか回しちゃうとちょっとやっぱね、スイッチ入って逆に緊張しちゃう。僕は年齢違うんですけど、タメ口で喋ってるんで、全然。しょうまね。はい、じゃあ僕の行きます。はい。悪いやつ。なんかめっちゃ悪いみたいなね。じゃん、はい。はい。最近ですね、ハマってるのがこちらになります。知ってます皆さん、これネイチャーコンクのヤクアクリアローションっていう拭き取り化粧水なんです。洗顔じゃないんだ。そうなんです、これ拭き取り化粧水なので、僕は朝これで拭き取って終わりです。へ、なんでかっていうと、僕結構皮脂が多いタイプなんで、うん、朝あんまりこう、あ、皮脂が多いタイプっていうか、結構こう混合肌なんで、こっちが結構乾燥しやすいタイプなんで、逆に洗いすぎるとなんか乾燥しちゃうタイプなんで、うん、僕朝は拭き取りで結構がっつり落とすっていうよりは、寝てる間の汚れとか皮脂を軽く落とすっていう程度でいいかなって個人的に自分の肌は思っているので、この拭き取りローション使ってるんですけど、これ1000円以下なんですよ。安っ。安いです。これ1000円以下で、なんとですね、医薬部外品で、うん、プラセンタエキスとグリチルリチン酸
有効成分、はい、ダブル入ってダブル入ってんです。美白肌荒れ防ぐも取ってて、かつですねこのエタノールとかもフリーですし、あと香料とかも入ってないので本当にこうナチュラルなのに肌にも優しくて安い、コスパが最強。いやー安いね、だって1000円以内でしょ。これ1000円以内なんですよ。これさ、これ使い方は普通にコットンにとって拭き取る。そうです、コットンにとって拭き取る感じなんですけど、これ化粧水としてもつけれるんで、別にあの洗顔は例えば別なのでこれを化粧水として使ってもいいんですよ。なので僕は一応これは化粧水っていうよりは拭き取り化粧水として僕は使ってます。メーカーの推奨としては拭き取り化粧水なんですけど化粧水もできるよって言っております。本当使ってるよ、確認してる。めっちゃ入ってないよ。あ、でも確かにちゃんと入ってない。もう今これぐらいしかない。こうあの入ってないね。そうなんです。これなんか結構すごい評判がいいって聞いてて、僕初めて買ったんです。ロングセラー商品なんですけど初めて買ったんですけど、思いのほか良くて楽ちんだし、使用感もすごくあのしっとりしているのでおすすめです。拭き取りってさ刺激強いイメージあるけど、これはどう、うん、刺激全然ない。全くない、一切ないです。いやマジで僕もね、俺もね拭き取り化粧水超大好きでこれね、買ってんね、絶対。あ、じゃあ買うわ。絶対買ってんね。マジで、ちょっと買う。多分、週の動画すぐ出てくる、これ、多分。出なかったら、じゃあ俺も筋肉見せる。筋肉見せる、うん。俺も一応鍛えてるから。そう。僕ら、そのうち、美容系じゃなくて、美容系兼筋肉みたいなね、うん、出るかもしれない。筋肉界隈の人から、めちゃくちゃディスられるから、ね。絶対そうだよ、ね。体がね、ちょっと細いんで頑張ります。はい、頑張ります。はい。じゃあ次、化粧水です。はい、次、化粧水。化粧水どうぞ。化粧水いきます。どうぞ。はい。僕ちょっと迷ったんですけど、あのね、最近、そう、敏感になってるから、そうだね。刺激の本当に弱いのを選びました。おー、気になる。じゃじゃーん、こちらです。ワンダーセラミド、モチソナってやつです。あ、僕、初めて、これ。知らない？知らない。これね、前回の9点メガ割りで買って、ま2、3週間かな使ってるんだけど、まあ、2週間ぐらい使ってるんだけど、これマジで刺激がなくて、うん、あの SK2 の化粧水もね、大好きでよく使ってるんですよ。うん、まあ、これはちょっと夜使ったり使ってなかったりするんだけど、うん、SK2 の化粧水でもやっぱり刺激は感じてて、うん、で、これに変えてから、マジで何も感じない、本当に。あの、いい意味でね、何も感じない。ああ、なるほど。こう、敏感になってる肌でも全然刺激を受けて感じない。そうそうそう。で、何が入ってるかというと、これはセラミド、もう名前の通りセラミドが入ってて、うん、で、あとヒアルロン酸と、ツボクサエキスが入ってます。ああ、韓国ね、ツボクサ多いですね。韓国の化粧品、基本ツボクサ入っとけばいいみたいな。うん。うちだけど、でもめちゃくちゃいいんですよ。うん。で、これね、その成分もいいんだけど、で、刺激もないのもいいんだけど、うん、一番僕がいいなと思ったの。何？ちょっと、マジで、テクスチャーなんだけど。うん、いいよ。今度は成功させて。今度成功させる。うん、いいよ。おー、あ、結構こう、サラサラ系。いや、逆なのよ。やばくない？真逆言う。全然違う。全く違うんだけど、逆なんですよ。めちゃくちゃ、とろみのあるテクスチャーで、で、これ、もちトナーっていう名前の通り、うん、なんかね、もちもちしてるっていうのかな。あ、ほんとだ。もちもちとろとろしてる感じのテクスチャー。こう、触っていい？あ、いいよ、ちょっと待って。これして、これで。なんかちょっとまあ。あー、なるほど。なんか、わかる？わかる。言いたいことがなんか。わかるわかる、その。もっちりしてる。わかります。なのに、嫌なベタつきがない。そう、本当にそう。うん。馴染むし、嫌なベタつきもないし、もちろん保湿力もちゃんとあるっていう。あー、なんか香りも。そう、香りも、こう、柑橘の匂いがするから、うん、いい、好きです、この香り。香りもめちゃくちゃいいです。変な合成香料みたいな香りじゃなくていいですね。うん、で、プラスもう一つ、はい、500ml でなんと1500円ぐらい。安っ。めっちゃ安い。それはこんだけ使っても減らないね。うん、2、3週間使ってるはずです、これ一応。全然コスパ最強。コスパ最強、ほんとコスパに関しては最強なんで、うん、今化粧水悩んでて何使えばいいか分かんない、かつ刺激が、敏感肌の方で乾燥肌の方はぜひ使ってみてほしいなっていう、うん、アイテムです。次ちょっと9点目代わり買います。はい、お願いします。はい。次いつだっけ ?9 点目が。いつだろうね。5月。前回6月、うん、だからまあ、9月とか。うん。やっぱりね、僕らすごい好きだから、いろんなものやっぱ使ってみたいんですよね。ちゃんと使って、ね、みんなに伝えたいんで、うん、まあ、お気に入りもいっぱいあるんですけど、新しいものもいっぱい使ってみたい。そう、本当にそう。ね。マジそれです。はい。
で、マジのリアル愛用を紹介してるんですけど、僕はですね、化粧水はですね、2個使ってます。え、2個も使ってるじゃん。これ使い分けてるんですけれども、はい、こっちがですね、基礎の GG エッセンスって言って、はい、これは結構こう好きな美容成分オタクの人が知ってるじゃないかなと思うんですけれども、うん、結構その各それぞれの製品が 特化した成分に作られてるメーカーさんなんですけども、うん、まずこの GG っていうのがグリシルグリシンっていう成分なんですけど、毛穴にすごくいい成分で、うん、よく毛穴悩みの人におすすめの成分なんですけど、このグリシルグリシンの化粧水を僕は毛穴がこの鼻と頬が気になるんで、ここにだけ塗ってます、これ。鼻だけに塗ってます。鼻とちょっと頬のとこにだけ塗ってます。で、これを塗って、さらにビタミン C の化粧水で顔を全部塗ります。で、これがですね、ミシャさんって、クッションファンデって有名な会社さんの化粧水も使いすぎて見てください。もうみんなこれしかない。しかもボロッボロ。ボロッボロだね。でもって、この、これのガサツさ出てるんで、もうパッケージも剥がれてるんで。こんなことならないよね、普通に考えたら。でも、俺もなるよ。なる、うん、こんなことなります皆さん、使ってて、このここパッケージ剥げるみたいな。すごいひどい、ね。ちゃんと使ってる証拠だよ。うん。で、これ、いろんな化粧水もちろん使ってるんですけど、これのお気に入りポイントとしては、うん、なんとね、これ2000円以下なんですよ。多分1980円ぐらい。すごい安いですし、ビタミン C にナイアシンアミド、うん、あとプラスセラミドも入ってるので、すごくね、ビタミン C とか毛穴にいい成分もいっぱい入ってるのにもかかわらず、結構エタノールフリーとかで肌の刺激にもあまりならなくて、すごい僕使いやすくて、このビタミン C 美容液大好きです。そして僕の一番大好きな TWICE のサナちゃんが推してるモデルしてるっていう、で僕が愛用した後にモデルになったんで、そうなんだ、運命、それもう、うん、運命じゃない、そうワンスなんで、僕ワンスって TWICE のファンでもそういうこと、はい、ワンスなんで運命かなって勝手に感じて愛用してます。まあ、それでうんぬんじゃなくて本当に良くて買ってるので、結構ビタミン C 化粧水っていっぱいあると思うんで、ぜひ使ったことない方チェックしてみてください。はい、ちなみに、はい、しゅうくんどうぞ。これは、はい、美容液じゃなくて化粧水なの？これ化粧水です。あ、エッセンス。化粧水だ。ただ、美容液としても。エッセンスって書いてるんだけど、多分もしかしたらくくりとしては、メーカーさんは美容液って考えて、でも僕的には美容液っていうよりは、テクスチャー化粧水なんです。わかります？美容液っていうよりは。あ、でも本当に化粧水っぽい感じのローションですね、うん。なので僕は美容液代わりっていうよりは化粧水で使ってます。もう本当化粧水みたいな感じです。なるほどね。なので僕はちょっと気になる部分に最初に仕込むみたいな使い方、もしかしたら推奨と違うかもしれないんですけど、気になる部分に使ってくださいって言って、僕も毛穴気になる部分に使ってます。もう入ってんのシンプルな水、グリシルグリシン、ペンチレングリコール、フェノキシエタノールしか入ってない。グリシルグリシンって有効成分だった？有効成分ではないんです。普通の成分。普通の成分です。最近、うん、結構効く成分ではある。そう、毛穴にいいよ。そうです。なのでぜひビタミン C とかいろいろ使ってもダメな人はぜひこれもチェックしてみてください、うん。ちょっと気になるそれ。はい。毛穴に実際どう？効いてる？これ。正直ね、僕これ5本ぐらい使ったんですよ。え、そんな使ってんの？これね、ちっちゃいからなくなるんですよ、皆さんこれ。あ、まあ、60ミリしかないから、うん、でいろんな化粧水使ってる時にもこれだけ部分に塗ってたんですけど、正直5本使って気持ちちょっとなったかなくらいなんで、まあ皆さん長い目で見て使ってください。でも僕はね、継続が大事だと思ってるので信じて使ってます。じゃあちょっとまあ時間はかかるけど、いや、そう、1本いい感じはする。そう、1本使っても多分ちっちゃくはなんないし、簡単に。でも使い続けてみてください。これね、でも1000円以下なんで皆さん多分買いやすいです。ちょっとグリチルグリシンちょっと一瞬調べてみて。ぜひぜひグリチルグリシン。僕は結構もう毛穴にすごい悩んでる。グリシルグリシンか。グリシルグリシン、毛穴にすごい悩んでるので、もう毛穴にいい成分は片っ端から使ってみて、何本も何本も使ってるんですけど、あとね、レーザーも何個も何個もなんですけど、やっぱニキビ跡より毛穴の方が治りにくいかなってすごい個人的に思った。あ、でもそれはそうですね、うん、本当にそう、うん、なんで毛穴使ったの？そうですねとか、ちょっとしかも、うん、ね、裏でなんかしごかれてるみたいな。そう、いや、そんなことないから大丈夫です。そう、でもあれだね、グリシルグリシンって、うん、保湿効果による毛穴改善っていう感じなのね、うん、そうです。なのでこれ1個っていうよりは、なのでだからこれにプラスビタミン C のケアなんで、さらにケアしてるって感じです、うん、僕は。なるほどね。確かにビタミン C のその作用するところとグリシルグリシンの作用するってこう全然違う感じがするから、うん、いいかも。うん、今度動画
ショート動画、グリチルグリシン、ぜひお願いします。全部やん。全部全部やん。ネタ提供してるからですか、あとであのバックもらいます、ね。うん、じゃあ1割ぐらい、10%ぐらいあげます、ね。じゃあ次、いきます。はい、次はじゃあ美容液いきますね。あ、気になります。やっぱ美容液って結構、なんか、肝じゃないですか。美容オタクにとっては。うん、何を聞かせてるかってその人に気になるんですよ。え、美容液は使う？え？美容液使う？使う。絶対使う。朝も使う。朝も夜も絶対使う。じゃあ僕の美容液いきます。はい。こちらです。はい、じゃじゃーん。ミシャのレボリューションナイトサイエンスエッセンスですね。これはもうミシャです。ミシャつながり。僕らミシャの回りし者じゃないんですよ。PR じゃないです、マジで。でミシャってなんかクッションファンデとかのイメージちょっと強いかもしれないんですけど、うん、あ、本当に化粧水とか美容液とか、あとクリームもそうだけど、うん、ミシャの商品って本当にマジで PR じゃないけどいいんですよ。とにかく。いい。マジでいい、うん。で、僕これ選んだ理由が、またあの、敏感だからちょっと刺激がなるべくないものを選んだんですけど、これあの、ミシャの独自の発酵技術で生成された成分が入ってるっていう。何の成分なんですか？あのね、まず乳酸菌と、うん、簡単に言うとよ、うん。簡単に言うと乳酸菌とビフィズス菌が入ってます。うんうん、おー、すごいね。結構珍しい組み合わせだね。そうね。発酵美容成分と、うん、あの、リン脂質っていう美容成分も入ってて、それがこう、なんだろう。他の美容成分を肌に届けてくれるっていう、うん、肌の奥底、まあ、角層の深くまで届けてくれるよっていう、うん、なので結構効果も感じられやすいし、うん、で他にもアデノシンとか、うん、ナヤシンアミドとか、うん、まあ、セラミドも入ってるから、うん、あ、いいね、がっつり保湿力もあるっていう。あの敏感肌も染みないってことだよね。全く染みない、マジで染みない。これテクスチャーは僕結構朝ベタつくの嫌いなんだけど、ベタつきとかは一切ない。そんなに、あの、ね、これね、ベタつきない。あー、いいね。で、程よい、なんだろう、程よい保湿力っていうのかな。なんかさ、朝さ、やっぱベタつくとさ、日焼け止めなんか塗りたいときちょっと嫌だよね。ああ、わかる、そう、うん。なんかね、そう。日焼け止めの邪魔もしないし、ファンデとかの邪魔もしないっていう。夜はね、こっくりとかベタついても全然いいけど、朝って結構気にしますよね。そうね。特に女性とか、ね、メイクとか多分すると思うんだよね。ナイトサイエンスエッセンスっていうからさ、うん、ちょっと夜に使いたくなるけど、うん、まあ、全然朝使ってもいいし、うん、むしろ朝使ってちょっと保湿力を高めて、うん、後に使うファンデとか日焼け止めのノリを良くするっていうか、落ちづらくするっていうか、崩れにくくするっていう効果もあるかなと思います。めちゃくちゃ気になります。で、僕はですね、もう定番中の定番です。僕ビタミン C 朝すぐ毛穴スペシャル使ってる。じゃん、ちゃんと映ってるか。このですね、もう皆さんこれパッケージ見たら分かる、メラノ CC のですね、集中対策のプレミアム美容液ですね。これね、シューもね、いっぱい使ってると思うんですけど、これね、メラノ CC さんのやっぱビタミン C の研究ってすごいじゃないですか。いや、マジです、うん、ロート製薬さんで、ね、ロート製薬さんのあのすごく研究されたビタミン C が入っているのって僕はすごく好きなんですけども、あの、何よりさっき言ったら僕朝ベタつくのが嫌なんですよ。とにかくベタつくのが嫌で、僕結構せっかちなんで、うん、スキンケア終わったら数分ちゃんと置いてから塗らないと結構浮いちゃうじゃん、日焼け止めって、まあね、でもなんかダメなの分かってるけど結構早く塗りたいんで、なるべくあのベタつかないものが好きで、この美容液って皆さん知ってると思うんですけども、すっごいサラサラしてるから一切ベタつかないんですよ。これサラサラ、そんなベタつきなくて、でしかもね、うん、その俺がそのビタミン C のさ、うん、あの実験したの、うん、あのイソジンのうがい薬で、うん、普通にコスパで言ったら一番これが良かった。そう。ね、うん。安いし効果があるっていう。あの、僕も使ってて週の実験見たら、やっぱこれ間違いないなって、改めて思います。ぜひ週で、はい、動画見てください。で、しかも安いしね。そう、一番手に取りやすいから、うん、なんか学生さんとかは、とか、あとビタミン C 美容液を初めて使う方は、ほんとこれがいいかもしれない、うん。初心者からベテランまでみんなに勧められるよね。うん、本当にそう。本当に。っていう感じか。はい。皆さんぜひ。じゃあ次、クリームいきますね。クリームはですね、うん、ちょっと2、3週間ぐらい、2週間ぐらいかな、うん、2週間ぐらい使ってて、うん、で、しかもちょっとこれ案件でもらったやつなんで、うん、あんまりバーンって紹介したくなかったんですけど、うん、気に入っちゃった、ちょっと気に入っちゃって使ってます。あ、でもこれリアルな声だね。これ案件でもらったけどガチでいいんで使ってます。マーフィーのオールインワンジェルっていう、これ日本のブランド。そう、日本のブランド。なんかこうおしゃれで、すごいなんか韓国とか海外のかなって思っちゃった。すごいおしゃれパッケージが。そうなんだよ、なんかイソップっぽいやん、ちょっと、うん、見たことない、初めて聞きました。でもね、まあここだけの話、容器は僕、俺気に入ってなくてあんまり。ああ、なんだろう、なんつうのこれ。あ、うん、なんかなんだろうね、表現できないけどペーパーっぽいよな。そう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 、
なんかね、でも ASMR では良さそう。え、そう、ASMR ここね。そう、ASMR ではいい。うん。けど、使い勝手としては個人的にはだけど、うん、あんまり好きじゃないですね。でもあれだね、あの置いててビジュアルとしてはすごくこう、なんかね。ビジュアルとしてはいい。洗面台テンション上がる。かわいい。これ一応メンズのブランドで、そうなの、メンズのブランドで、チェックしてみよう。いいねさん、あの、シャンプー、ボタニストとかで有名な、最近夜も出してる。そうそうそう、夜とか出してるブランドさんの、メンズ用のブランドなんだけど。おしゃれ。そう。でも結構新製品かな、新商品。うん、知らなかったもん。勉強不足だなって。勉強不足。すいません。で、そこ何がいいかっていう話だった。はい。見た目しか話してなかったが、なんか何がいいかというと、うん、これね、成分もいいんだけど、まあ、成分最初に言うと、うん、ナイアシンアミドが入ってます。有効成分で。ナイアシンアミド。はい。シワ改善、美白に効果あるって言われてる、うん、ナイアシンアミドが入ってます。うん。で、まあ、ちゃんと有効成分も入ってるのがいいんですけど、うん、このね、テクスチャーがね、ちょっとマジでね、お気に入りすぎて使っちゃってるんですけど。でもさ、案件なのにさ、いや、ごめんなさい。ごめんね。はい。おさらしてよ。あ、おならしていいって。おならしていいって言ってた。あ、なるほどね。俺なんかちょっと黙ってもらっていいって。いや、怖いって、怖いって。そんなこと言わないでしょ。ちょ黙ってもらっていいって、急に。いや、意味わかんないし。なんかめっちゃ怖いみたいに。急に性格変わりすぎじゃん。じゃあ、話したいのにお前また話すやん、みたいな感じかと思う。怖いって。ね、なんかいいからこそ言えるんだな。おならしちゃったんだけど。おなら出ますから。おなら皆さん我慢しないで出した方がいいですよ。臭くなりますから。本当だよ。うん。そうで、プッシャー見せるわ。はい。でこんな感じですね。あ、結構なんか乳白色っていうか結構なんか透明感のあるよね。そう。でね、これ特徴的なのが、普通のジェルじゃないんですよ。はい、うんうん。オールインワンジェルじゃなくて、うん、あの、体温で溶けるようなジェル。最初ちょっと硬いんですけど、うん、伸ばすとほんと、トロットロシャバシャバまではいかないけど、うん、スッと馴染むような、うんうんうん、さっぱりとしたジェルになるっていう。うん、最初ちょっと硬いの、ジェルは。馴染ませると結構スッと。触っていい？うん。あ、すごい、あの、本当になんかツヤツヤだし、ベタつかないようななんかジェル。そう。で、結構ジェルってなんか両極端で、結構こうこっくりとしたジェルもあれば、うん、もうシャバシャバすぎて、なんだろうな、あんま保湿よくないんじゃないかなと思うジェルもあるんだけど、うん、これに関しては本当ちょうどいい、うん、ちょうどど真ん中いってる感じ、ドンピシャな感じなんですよ。はい、ってことでじゃあ水晶マ、はい、クリーム。僕が最後一番最後に使ってるのは。じゃん。何これ知ってますか？有名、最近ちょっと。あ、これ知ってるわ。DRX の AZ アザクリアって言うんですけども、皆さん知ってますか？さっきから僕はですね、毛穴悩みに悩んでるので、毛穴ばっかり喋ってきました。はい。グリシル、グリシン、はい、ビタミン C、そしてこれは最終奥義のアズラインさんです。アズラインさん。もうね、今はね、アズラインさんいっぱい聞きますからね、最近。あのアゼラインさんを配合された高配合しているクリームなんですけど、これで、ね、実はですね、皆さんの美容皮膚科とかクリニックとかそういうとこ、あの病院でしか買えない化粧品なんですけれども、めちゃくちゃいいんです。これも実はですね、ロート製薬さんが作ってるんですよ。ロートだよね、これ、うん、これはそれは知ってる。これ、はい、アゼラインさんが入ってるクリームなんですけれども、僕はあのこれ気になるところとかに塗ってるんですよ。ニキビとか毛穴とかで、僕はもう全部にてるんですけども、ちょっとね、最初ね、いっぱい入ってるので敏感になったらちょっと痒くなってる可能性は少しある。僕は全然大丈夫だったんですけど、僕は全顔に最後これを締めるクリーム、アザクリアって言ってます。どんな感じなんでしょうか。ちょっともったいないから出した。確かにでも少ないもん。もったいないから出したくない。ちょっとだけ一応出しますね。はい、こんな感じ。こんな感じ。結構ね、あのサラサラ触ってみて。あの、ね、あー、まそうね、ベタつきのないクリーム感、あの本当にベタつきのなくて、なんて言うんだろうね、なんか、なんて言うんだろうね。でも、こっくりはしてる気がする。ちょっとこっくりしてるけど、すんごいベタベタって感じ、ね、ベタベタではない、うん、そう。なんで、まあ、朝も一応使いやすい。夜朝使ってます、僕はこれどっちも。はい。このクリームは顔全体に使うの、はい、ね、気になる部分だけでもいいし、顔全部でも OK。あ、全部でも OK。どっちでも OK です。説明書にもどっちでも OK って、僕は全部に使ってます。大体。でもさ、アゼラインさんって結構刺激強いイメージだけど、うん、強くないんだ。ね、ちょっと弱い人だと痒いかも少し。あ、なるほどね。でも俺はね、大丈夫だった。ただ最初なんかちょっと、あ、ちょっと痒いかもっていうのは少しあったんで、うん、ちょっと敏感な人は気になる部分だけでもいいかも。確かにあれだね、あの赤みとか。そうだね、ニキビとか気になる人は結構いいかも。そうそうそう、ニキビとか赤み、あとまた毛穴ね、毛穴か、気になる人はすごくおすすめ。しかもこれあの
2100円ぐらいなんです。あ、割と安くない？はい、割と安いね。はい、でもこれ朝夜使うとね1ヶ月分なんで、まあ、安いけど1ヶ月しか持たないっていうところはあるんですけど、ぜひ気になるときはね、アザクリアで調べていただくと、ね、お取り扱いある多分クリニックとか皮膚科が出てもくると思う。ぜひおすすめです。もうアズラインさんおすすめです。本当にアズラインさんのコスメってでもあんまなくない？そうだね、まだまだないよ ね。なのですごくおすすめです、これは、はい、っていう感じでした。シュンもぜひ。これは今まで紹介した中で一番欲しい、うんうん、うわっ、さっきの嘘だったの、もしかして全部いいとか言ったのにね。全部いいんだけど、本当に全部気になりはするんだけど、うん、これが一番欲しいです、アズラインさんが、はい、ね、僕は結構ね今回紹介したのは全部こう毛穴系のものを今回紹介してて、グリシルグリシン、ビタミン C、アズラインさんって感じでした。確かに、はい、で刺激の少ないビタミン C を使いたいっていう場合はこのミシャのビタミン C も結構いいかなと思いましたね、うん、おすすめです。すごいあの全然染みたりしないでおすすめです。で最後、はい、あの僕日焼け止め もちゃんと用意してきたんですけど、日焼け止め、うん、これも多分皆さんおなじみ、僕の動画見ていただいてる方はおなじみな、おこちらです。じゃじゃーん、もうね、アスリズムです。日焼け止めと言ったら渡辺主演、もうそんな言っちゃって大丈夫？いや僕はもう SNS 界隈、こうあのねインフルエンサークリエイター界隈で僕の中で日焼け止めと言ったら渡辺主演ですよね。皆さん逆に褒めすぎてなんか、うん、大丈夫ですか？いやいやもう言ってこ言ってこ、もう本当にこんなに体張った人はいません。ちなみにまだ背中の跡残ってます。もうね、やばいですよ皆さん。もうね、後でなんかここにね、画像を載せたいよね。すごい。確かに画像載せたい。もうね、こんなに体張った人はいないですね。頑張りましたね。でも多分もう背中は、うん、やんないと思います、ね、正直、うん。やったらまた見てくださいって感じなんだけど。うん、そうで、アスリズム使ってます。これはもちろん焼けないっていうのもあるんだけど、うん、紫外線散乱剤の酸化亜鉛が入ってない。酸化チタンも入ってないので、うん、結構ねニキビ予防にもなるっていう、ニキビができやすい方も、うん、まあいいかなっていう感じですね、うん、テクスチャーもすごい良くて、うん、テクスチャー日焼け止めの効果、ニキビのできにくさっていうこの3拍子揃ってる日焼け止めなので、僕はこれよく使ってます。あの使ったことないんでよかったら使ってみたいです。はい、はい、雑になっちゃった。皆さん見えますか？見えますね。そう、あ、まあ、すごいみずみずしい。みずみずしい感じ。ごめん、俺結構こっくり系のものだと思った。超みずみずしい。え、すっごいサラサラでみずみずしい。そう。だから保湿力もちゃんとあるっていう。し、テクスチャーもあるよ。じゃあ、テクスチャーもしっかりしてる。うん、めちゃくちゃいい。そう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 。どこの？カオさん？カオさんビオレ。あ、ビオレです。カオさんですね。うん、いい。うん、すごい使いやすそう。めちゃくちゃいいです。アスリズムでした。はい。やっぱり、ね、実験済みなものの説得力がすごいね。なんかまあ数値だけじゃなくて体張ってるみたいな。そう。数値も信用はできるかもしれないけど、そうそうそう、実際多分自分で使って、うん、効果あったっていうものが多分一番、それが一番いいと思うんで、うん。僕らは本当に使ってもるものとか趣味で体張っていいと思ったものしかね、紹介してないから、ね。はい。はい。って感じです。で、僕はなんと日焼け止め忘れてきてしまったんですけど、はい、あるかな趣味。僕日焼け止め、僕も日焼け止めオタクで、あの僕はどっちかというと顔に塗る日焼け止めオタクでも、うん、僕多分30種類ぐらい持ってるんですよ。めっちゃ持ってるな。めっちゃ持ってるんですよ。もう大好きでいろんなの使うのが。で僕が今ですね、いっぱい使ってます。毎日いろんなの使ってる中でお気に入りがオルビスさんの、あ、メンズのやつ。オルビスミスター。ミスターじゃなくて、すいません皆さん、オルビスさんのリンクルブライト UV プロテクター、こちらですね。ちょっと今日これですね、皆さん見たことあると思うんですけど、こちらです。じゃん、見えるかな、これ。はい、はい、見えると思うんですけど、この UV 僕すごく大好きで、うん、まあ、ベスコス29巻撮ってるってすごいです ねぐらいすごくあの僕好きなんですけど、これね、あのね、美白とシワ改善有効成分で撮ってるんですよ。え、何入ってるの？ナイアシアミドですね。はい、ナイアシアミドが入ってて、美白と、まあ、シワ改善を取ってるのにもかかわらず、あの何がいいかってテクスチャーがすごく良くて、うん、なんかあのなんていうんですか、こういうものを取ってるものって結構ベタついたりとか、言ってる割にこう白浮きすんなとかあるじゃないですか、うん、日焼け止めって、はいはいはい、これ守りと攻めをどっちもしてくれるっていうのと、あとテクスチャーがすごく使いやすい、あと SPF50+ PA4+、うん、まあ、医薬部外品っていうのもねすごく嬉しいポイントではもちろんあると思うんですけど、何より使いやすいっていうところがおすすめ、あとスキンケアもね一緒にできちゃうっていうところが個人的にすごくおすすめです。これちょっとあの言ってることが言ってないことあれだったらあれなんです、これね、あのね、ノンケミカルじゃないんですよ。
ノンケミじゃなくて吸収剤入ってます。これ吸収剤とノンケミの合わせっていうことなの？半々みたいな感じの。ああ、散乱剤も入ってるし、散乱剤も入って吸収剤も入って、いいとこ取りみたいな契約なので、うん、すごくね、どっちの良さも、いいとこ取りしたようなクリームで、だってベタベタ感、キチキチ感が一切ないです。なんですごくね、使ったことない人おすすめです。今ね、結構いろんな美容家さんもおすすめしてるんですけど、僕も大好きで今、朝、塗っております。はい。でもマジであれだね、本当コメントとかでよく来るんだよね、オルビス使ってみたいな、うん、使って試してくださいみたいな感じで来るんだけど、はい、使ってません。ぜひ使ってほしい週にもやっぱ日焼け止めといったら渡辺週はこれをね使わないと。ベスコス29巻、ベスコス29巻美的だっけ。いや分かんない、なんかあれなんかさ、そういうのってさ、これ、うん、まあ言うけどどうなんだろうね、実際お金払ってんじゃん。いや分かるよ、言いたいことすごくね。あ、でも今回このベスコス29巻分かりやすいから言っただけで、僕は PR でも何でももらってなくて使ってよかったっていう感想なので、まあね、皆さんもね結構ね評価とかって僕も分かりますよ、このサイトの評価本当に合ってんのかなって思うんですけど、うん、使ってみてね良かった人の声を聞いた方がいいかなって。そうね、なんか口コミもさ、うん、これ、まあ、言うけど、うん、口コミもさ、言ってこ週のチャンネルだって、PR とか今回ないんで全然好きなこと言ってきます。口コミもさ、うん、お金払ってなんかあえていい口コミを促してるっていうのもやっぱある。いや、ある。だからなんかやっぱ口コミを信じちゃうけど、口コミだけを信じすぎると、うん、それも良くないっていう。なんか俺はすごい思うのが、例えば口コミでもこれ試供品をもらって使いましたけどみたいな一文あったらすごく、うん、なんか提供でもらって書いてる口コミだなってわかるんだけど、明らかにこれなんか同じ時期、なんていうの、日にバーって書いてるのはちょっと疑わしいなって俺は思っちゃう。あと意外と重要なのが、その低評価の方、星1とか星2とかつけてる人の意見とか、うんうんうん、星3とかをつけてる方の意見を見ると、確かにマイナス評価だから買いたくはなくなるかもしれないんだけど、うん、なんだろう、逆にそれを見て例えば、うんうん、いいメリットとデメリット書いてる人もいるから、そういうのもちゃんと見ていくと、うん、なんかいいかなっていう。めっちゃわかる、絶対マイナス見るよね。そう、マイナスをちゃんと見た方がいい。うん、でも確かにね、まあ、そういうのだけに惑わされずね、やっぱ使ってみるっていうのね。そう、うん、実際テスターとかでお店行って試すっていうのも結構重要かなと思うので、うん、ね、ぜひ使ってみる。あとね、皆さんおすすめです。僕がよくやってるのが、うん、合わないのあるじゃん、使ってて、うんうん、肌に合わなかったって。どうしてもみんながいいって言っても自分の肌に合わないものあるじゃん。ある。俺はね、そういう例えば化粧品水とかクリームはヒップ、お尻に塗ってるんですよ。お尻に塗ってるんですよ。だから僕のお尻はプルプル、ちゃんとお尻もケアしてる。お尻もね、ケア普段そんなしてないんだけどいらなくなったもの僕捨てたくないんで、やっぱり化粧品っていろんな原料会社さんとか研究者の方が作って、いろんな工程を得て自分のものに届けてくれたオタクだから、うん、もうなんか宝物みたいな、ダイヤみたいなもんだから、捨てるのは嫌なんで、僕はもうびっちゃびちゃにして、もうお尻とか、まあお腹とか体使えるようなところにはなるべく、お尻に使うのめっちゃいいです。それ好感度アップでなってない、大丈夫？なってない。ちょっとレチノール製品とかちょっとさ、お尻ちょっとあれだけどさ、ね、なんかね、使えるものはね、お尻いいです、ね、うん、すごいです。それ、その考え方、うん、本当すごいと思います。やっぱほら、サウナ行かない？サウナ行くとほら、うん、見られちゃうじゃん。確かに、背中とかね。そう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 、ちゃんと顔だけじゃなくて背中とか。そう、まあ、俺はお尻までちょっと気にしなかったけど、塗ってみて、塗ってみるわ、うん、そう、ちゃんとボディにもね、そういう化粧水とかちゃんと余ったものは使っていくのが本当に大切だなって、ね、そうね、思いました。おー、勉強になります。え、はい、ね、捨てるのもったいないからね。合わなくて多分捨てちゃう人っているじゃん。いや、マジ合わなくて。でももったいないからね、お尻おすすめです。俺も一回使って合わないなと思ったら友達とか家族。あ、でもそれもいいね、それもめちゃくちゃいいと思う。渡しちゃう、友達いないからさ。いや、嘘つけ俺よりいるわね、はい、おすすめですってことで、なので、まあインフルエンサーも、僕も含めてインフルエンサー全てを全部信じるとか、うん、口コミを全部信じるとかじゃなくて、うん、自分で実際確かめてみて、参考程度にまず、そう、口コミとかインフルエンサーの意見を聞いて、うん、実際にテスターとか試してみて、本当にいいなと思ったものだけ、まあ、買っていくっていうのが、まあ、いいかなと思います。はい、はい、ってことで朝のスキンケアここまでします、はい、じゃあ次ちょっと夜のスキンケア行くんで、次の動画見てください。あ、みんなこれ最後僕ちょっと一個週言っていい？いいよ。これね、実はね、
ちょっと数週間前に一回撮ったんですよね、これ。今言っちゃう。これね、これカットしてもいいんだけどさ。そうなの。ちょっと言っときたくてね。ちょっとこれ、2回目なんですよね。理由。2回目です。なんで2回撮ったか、ちょっと理由言ってよ。僕の声がね、ちっちゃすぎて、聞こえなかったっていう。そう、入ってなかったっていうね。うん。なんか、一応、ちょっとは聞こえるんだけど、うん、なんかボリューム感が、翔馬の声と俺の声が、なんか違うから、うん、なんか聞き取りづらかったっ。え、俺の。違う。そうだね。俺のせいなんだけど。そう。そう、取り直ししたっていう、あの、過去がある。過去があるっていうか、取り直ししてるんで。でもね、取り直したおかげでね、多分もっと仲良くなった感じはね、うん、するね。え、違う？いや、するけど、うん、それこそ言ったらさ、うん、仲悪かった。最初は仲悪かった。じゃあ、カットで、カットで。はい。じゃあね、じゃあね、行こう、じゃあねー。バイバーイ。ここにちょっとあの僕のインスタのアカウント出してもらってぜひ募集してます、はい、フォローしてください、翔馬くん。あのフォロー概要欄に貼っとくから。でもフォローよりもなんかあの婚活してる人、婚活希望の人ぜひお願いします。はい。何歳ぐらいがいい？いやもうあの何歳でもいい。女性だったらもうみんな、女性だったらもう幅広くもみんなね、愛してくれる人募集ですね。じゃあ、はい、誰でも OK ってこと。誰でも OK、はい。